まあ、いろいろな企画とかアイデアが生まれる源泉にもなっているようなデバイスになっております。はい、ゲットナビウェブ編集長の山田裕貴です。今日はですね、私が愛用しているヘビロテしている仕事道具を5つ持ってまいりましたので、皆さんにご紹介してまいります。ではまず1つ目なんですけれども、こちらでございます。HHKB のスタジオですね。はい、この商品はですね、まあ、HHKB のスタジオといいまして、 HHKB の最新モデルになっているんですけれども、まあ、このデバイスでオールインワンで操作できるっていうような売り込みになっていて、まあ、ここでポインティングできたりとか、ここで左クリック右クリックできたりとか、あとサイドも反応できるようになっていて、こうスクロールしたりとか、ここに合わせたいっていうのが、まあ、全てできるというようなアイテムになっているんですが、私このオールインワンの機能を、まあ、あんま使いこなせてなくてですね、純粋にですね、キーボードとしてこう打っていて気持ちいいし、あとね、静かなんですよ。あ、ちょっと音を聞いてください。こうこんな感じなんですよ。なのでやっぱ原稿を打ちたくなるなとか、こう毎日使いたくなるなっていうところで、もうめちゃくちゃヘビロテしていておすすめです。であとですね、電池、単三電池4本で駆動するんですが、まあ、本体もちょっと 800g 以上あって重量があります。なので、まあ、僕持ち運びはせずに自宅に置きっぱなしにして使っているんですけど、まあ、それでもやっぱこう、ね、重さがあるがゆえに安定感は抜群なので、まあ、そういったところもすごいいいかなというようなポイントですね。まあ、あとはその使いこなせてない機能もちょっと今後頑張ってみたいなと思っているので、ちょっとまだまだ伸びしろがあるアイテムなのかなということで、1個目におすすめ持ってまいりました。はい、続きまして2個目のデバイスでございます。こちらストリームデックプラスというデバイスになります。でこれはですね、まあ、いわゆる左手デバイスと呼ばれているもので、自分の好きな操作をこういったところに割り当てたりとか、でこのモデルはこうつまみがついていて、ここでいろいろな調整ができたりとか、ここねクリック式になっていて、押しても操作できるっていうようなアイテムになっております。でこれなんですけど、実はね、私配信もやらなければ、動画編集もやらなければ、画像編集もやらなくのに、このデバイスを使っておりまして、なんでかっていうと、普通のそのオフィス系のツール、まあパワポとかエクセルとか、まあ、そういうのを使うだけでも全然ですね、省手間、省略、効率化ができて、エクセルでいつもやる作業とかを割り当ててるんですけど、まあ、それだけでもね、全然違うから、もちろんクリエイターだったり、クリエイティブな仕事をしているという人にはおすすめなんですけれども、オフィスでデスクで PC 作業したいという人も、ぜひ使ってみてほしいなというふうな感じで毎日使っております。続きまして3つ目はですね、まあ、デジタルガジェットじゃないんですけど、この箱開け、これ何かっていう と、カッターとハサミが一体化されている、まあ、アイテムになっていて、こう横にずらすとこれでカッターになります。ここが刃になっていて、でそれをさらに伸ばすとハサミになります。で、まあ、これ何がいいかっていうと、まあ、僕なんか結構もう毎日のようにAmazon だったりとか楽天だったりとか、まあ、EC サイトからいろいろな商品が届いて、なんか商品によってはめちゃくちゃ開けづらいやつとかあったりするわけですね。テープがぐるぐる巻きになっていたりとかなんですけど、まあ、これがあれば、あれカッターどこやったっけとか、ハサミどこやったっけっていうストレスなくなりました。あとは例えばこう服とか買った時にタグがついていて、なんかそれをちょっと切ったりするのにもこれぐらいのサイズだとすごいいいので、まあ本当毎日のように使ってますね。はい、では4番目のアイテムをご紹介いたします。またちょっとデジタルガジェットに戻りまして、こちらですね、ナッシングフォン、これは初代のモデルですね。勢いとしてはポストアップル iPhone みたいな、まあ、おしゃれなデザインで非常に一部のギークな人だったりとかマニアからすごい支持されていて、イヤホンだったりとかも出しているので今勢いのあるブランドなんですけれども、まあ、こう背面見ていただくと分かるんですけど、こうスケルトンになっていて、まあ、すごいおしゃれな感じ、
こう洗練された感じになっていて、で僕はここに、マグネットリングつけて、マグセーフの、アクセサリーデバイスでも使えるような風にして、スマホスタンドにして使っています。でこれ僕プライベート携帯としてスマホとして使っているので、まあ、日々の情報収集、いろんなサイトを登録しておいてその情報を見たりとか、いろんな方の SNS を見たりするためのデバイスとして使っていて、はい、では最後のアイテムになりました。ちょっとねこれ今回は趣向を変えまして、はい、こちらパナソニックのコリコランワイドという商品になります。この商品ですね、まあ、コリコランという名前の通り、まあ、肩こりに効果があるというような家電になっていて、ここにたくさんねいろいろなものが入ってるんですけど、まあ、使い方すごい簡単で、こうスイッチを入れて、で今光ったと思うんですが、そしてここに乗せるだけで、しばらく使っていると、あ、なんかすごい肩軽くなったなっていうような、あの感覚が得られます。でこの商品すごい今人気になってて、あのAmazonとかでも在庫がないし、めちゃくちゃ売れてるらしいんですね。それだけあのレビューとか見てもやっぱなんか効果があるとか、あの肩こり良くなりましたっていうようななんか表現もあったので、結構皆さんが感じられてるのかなというようなアイテムになります。で高周波治療器というジャンルなんですけども、なんか振動したりとかピリピリしたとかそういうのが一切なくて、実際体で感じる分には何も感じないんですが、確かに肩が軽くなると。あとはですね、あの直接肌に貼り付けずにこんな感じでこう T シャツとかシャツの上から着ても、あの実際的に効果が得られるので、あのそういう意味でもデスクワークが多い人とか、なんかいろいろ家事とかやって肩疲れてるなっていう人にはおすすめになっております。というのもこれあの僕毎日のように使っていて、打ち合わせの時も使って愛用しております。はい、以上5品が、私が仕事道具としてめちゃくちゃヘビロテしてるアイテムでございました。あの今回やっぱちょっと机周りが多くなっちゃったんですけど、結構僕その出先外出で仕事することも多いし、まあ、そういうアイテムも紹介したいなとかと思ってるし、あとはね、まあ、ちょっと家電とかもねヘビロテしてるものあるんで、次回はちょっと黒くないアイテムとかもあのピックアップできればと思いますんで、ちょっとまたその機会があったらぜひ紹介させてください。これが私の5つの仕事道具でした。というわけで、ゲットナビウェブの山田裕貴でした。また会いましょう。さよなら。